続きまして、カジさんお願いします。はい、ゆきね役のカジゆきです。出る直前になぜか神谷さんにお尻をサッサッされまして、ちょっと動揺したテンションのまま来てしまいましたが、今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。続きまして、そして田村監督からは、ゆきねが自分の力を自覚していないのと宿のセリフに照れているのが可愛いですねということだったんですね。こういうのってカジさん、こうやっぱ可愛さが出るようにとかって意識してました？可愛さを出すっていう意識はあんまりない。いじめ出ちゃうもんねいじめ出ちゃう、いじめ出ちゃう。神谷さんから見た時にいじめ出ちゃう。だから刺さってなるほど。ほんとびっくりしたんですから、出る直前にサッサスってされたからはぁと思って、いやまあにじみ出ますわな。どうしてもやっぱりもう、まあ当時僕まだ20代ですから20代特有の、はい、かもうやめて、ごめんなさい、もうちょっとごめん。いやいや、でもね、いいシーンなんで、はい、まあ本当一期からご覧になってくださってた方は、あのゆきねがこんな風にこう野党に心を開いてハフリの器にまでなってくれるっていうのは、当時を知ってる方からすると胸が熱くなるようなものがあると思いますし、やっぱ演じてる僕からしても、野党の帰ったら自慢しなきゃなって言ってくれたあの言葉っていうのはすごいグッときて、でそのリアクションで次のセリフを言ったっていう感じだと思いますね。はい、この話を聞いている時にこう後ろのね、もう大人たちがこう大川さんから沖合さんたちまでみんな余裕でうんうんって見てるんですけど、石川さんが俺は後輩として今どうすればいいんだろうっていう。いやだからこのシーンに関してはやっぱ石川君にも一言いただきたいなと。そうなんですよ。ちょっと待って、あーだなー、もう20代の可愛い盛りですからね。そうですね。冗談きついですよ本当僕出てないんですからこの回だからこそね、こう後半につなげるこう前半の大事なシーンの一つなわけですよ、うんうん、それをね、なるほどなるほど、こう今後原作でも大事になってくるキャラクターである石川海人君がどう思ってるの。カジさんが強気に出てる先輩ですからね。とうとうカジ君がいじれるようになったんだねありがとうございます皆さん、おめでとう。もう本当お世話になりましたね石川君。どう、はい、そうっすね。本当に言うんですかこれまあまあ、うん、そうですね。まあ、あれじゃないですか、あれですよ、お二人良かったんじゃないですかありがとうございます本当石川さん、ありがとうございます。すいませんでした。いやいや、本当本当、いやいやいや、本当本当いつも本当ありがとうございます。まあ、3人とも今回だけだ。わかった、わかった、俺がやればいいんだ。やばーおわー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 、だんだん面倒くさくなってきたぞこれ。もう誰のせいだよ。それはすいません。ゆきね役、カジユウキさん。昼の部に続いてまた出るときにヤトが俺のケツ触ってきたよ。ヤトのバーカ一戦。続きまして壱岐日和役、内田真彩さん。ヤト、ゆきねくん、みんなもっと一緒にいさせてください。そして雅人役、神谷浩史さん。はい、神谷です。よろしくお願いします。おい雅人、嘘だろ一戦はい、どうぞ皆さん前にお進みいただきまして、会場中のお言葉を、気持ちを代表して言葉を出させていただいていいですか。神谷さん、このパターンもあるんですね。ねえ、きっとこれやるんだったら福山さんだと思ってましたよ、こういうこと。いやいや、僕はもうちゃんとキャラクター通りのことをねいやいやいや、ダジャレ言わない、カズマダジャレ言わない。さあそして今のカジさんのご挨拶も一瞬気になったのは、はい、すいません、昼の部に出る前に、はい、カジさんは、はい、神谷さんにどこを何されたんですか
言い方、そういうとちょっとあれですけど、ええ、まあなんか出る直前にお尻をサスサスってされてから来たんですけど、ええ、夜の部はもう真横にこの鼻息が当たるぐらいまで寄ってのサスサスから来たので、もともと言おうと思ってたセリフとか全部飛んじゃって、お尻のことしか伝えられなかったにもかかわらず、最後に出てきた神谷さんがまさかの神谷ですっていうまあね、こう一人一人セリフを言っていくこのハードルで最後はちょっとね、うん、難しいものはありますけれども最後ね、ごめんね非常に素直でしたね、ごめんね、はい、じゃあそれではここからあのちゃんとした形を持ったご挨拶を皆様に一言ずついただきたいと思います。では神谷さんからお願いいたします。はい、どうも皆さんこんばんは、ありがとうございます。早くて安くて安心デリバリーゴッドのヤトでございます。本日はよろしくお願いいたします。それをさっきで良かったんじゃないかCelebrate the magic of Disney 心ときめくとき果てしなく続く素敵なファンタジー